オートベーカリーメニューのバターリッチパンの調理手順と具材の自動投入機能の使い方を説明します。材料を用意します。材料は付属のパンケース1個分です。 A として強力粉 180g、 薄力粉 40g、 砂糖 30g、 塩 3g、 1センチ角に切ったバター 90g、 B として溶きほぐした卵2個、牛乳 65ml と顆粒状で予備発酵不要のドライイースト 2.9g。 具材としてレーズン 60g を用意します。付属のホームベーカリー用スプーン、計量カップをご利用いただくと便利です。ドアを開け、テーブルプレートを取り出して、パンケース台を加熱室の手前の縁と右の壁に合わせて確実にセットします。パンケースの底にある軸にパン用羽を取り付けます。投入器に具材容器がセットされていることを確認してください。セットされていない場合は投入器に具材容器をセットします。パンケースに材料 A の強力粉、薄力粉、砂糖、塩、1センチ角に切ったバターの順に入れます。その上に材料 B の卵と牛乳を混ぜ合わせて回し入れます。投入器のイースト投入口にはドライイーストを入れます。自動投入する具材を入れるパンを作る場合は具材容器に具材を入れます。ここではレーズンを入れたバターリッチパンを作ります。具材容器にレーズンを入れます。パンケースの上に投入器をセットします。次にロックレバーを手前に止まるまで引きます。ハンドルを持ち、パンケース台の上に乗せ、奥にスライドさせてパンケースセット位置にしっかりと入れます。ロックレバーを奥に押してパンケースをロックします。正しくロックされると音声でお知らせします。ドアを閉めます。ベーカリー機能のオートボタンを押し、ダイヤルを回して103バターリッチパンを選択します。具材混ぜボタンを押し、具材混ぜを選択します。スタートボタンを押すと調理を開始します。調理が終わるとメロディーでお知らせします。ドアを開け、パンケースのロックを外し、パンケースを取り出します。投入器を取り外し、パンケースは乾いたタオルや鍋敷きに安全のため横にして置き、2から3分程度冷ましてください。冷めたらハンドルの根元を持ち、パンケースを下に向けて数回振ってパンを取り出し、ケーキクーラーなどに乗せ粗熱を取ります。取り出したパンにパン用羽が残った場合は、竹串などで取り外してください。詳しくはこのおすすめレシピ集5分の4ページ、山形フランスパンをご覧ください。